女性の方が当時やってるって私が作っております。いただきます。これだけの信念を持った人はあまりいないなと思いましたね。今年のお酒って自分が好きだとやっぱそれってこんなに幸せなことなのかっていう。お米が登場で蔵は三重県です。店頭で彼女の日本酒のサービスを目の当たりにして、この人であればうちのどんなお酒でもお任せすることができるなと。どんなにペアリングしようが、どんなに蔵に行こうが、お酒をお客さんに出そうが、ああもう日本酒分かったなって思うことがもう全然一日も来なくて。 It was termed Kuchikami Sake, literally the chewing rice. ありがとうございます。 So being a foreigner allowed me to step outside of the cultural norms and maybe do things that were not normal. Women が どんどん意見をこう入れていくと、日本酒ってもっと楽しくなる。去年より全然いいんじゃない？This smells like a bath that I want to dive into, actually. 欲しい。本当に欲しい。すっごいいいと思うよ。